これを見るとなんかマリオカートを思い出します。みなさんこんにちは、ジェイソンオルゴブルダーひろや。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイタースーパーバイクの続きになります。前回の動画でこちらのオートバイに組み替えました。今回の動画でこちらのホバーバイクに組み替えます。はい、スーパーバイクとオートバイの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それではホバーバイクに組み替えます。ホバーバイクです。はい、オートバイからホバーバイクに組み替えました。組み立てにかかった時間は全部で15分かかりました。このホバーバイクなんですけど、近未来感が出てめちゃくちゃかっこいいです。はい、では全体をぐるっと見回すとこのようになっております。はい、では近くで言いましょう。まずこちらが前輪部分です。この部分がヘッドライトになっております。この部分なんですけど、多分ハンドルかミラー部分じゃないかなって思います。そして操縦席はこのようになっていて、前回のオートバイの時にはメーターがなかったんですけど、今回のホバーバイクにはメーターがあります。で、シートについては黒いカーブパーツで作られております。車体部分もすごいよく作られていて、そして後輪部分はこのようになっていて、後輪のバックライトについては赤いクリアパーツになっております。あとはね、車体後輪部分の造形もすごいよく作られています。で、こちらのホバーバイクなんですけど、可動範囲はほぼありません。まずタイヤなんですけど、回転しそうに見えて回転しなくって、で、このミラー部分についてはこんな感じでちょこっとだけ動きます。それ以外の可動はほぼありません。まあ僕としてはせめてこのタイヤの部分だけは回転してほしかったなって思います。はい、では最後に大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。サイズ的に言えば、まあ、ミニフィグサイズなのかなって思うんですけど、やっぱちょっとでかいですね。では続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あ、大きさ的になんかレゴマリオぴったりなんじゃないかなって。一回乗せてみると、あー、なんかね、サイズぴったりだ。スーパーバイクはオートバイの時はミニフィグサイズとかでもなかったんですけど、このホバーバイクは割とレゴマリオサイズなんじゃないかなって思います。これを見るとなんかマリオカートを思い出します。ちょっと無理やりなんですけどミニフィグを乗せてみると、あー、いい、はい。いや、これサイズ的にミニフィグとレゴバリオちょうどぴったしですね。はい、レゴクリエイタースーパーバイクのホバーバイクはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイタースーパーバイクをホバーバイクに組み替えてレビューしてみました。このホバーバイクなんですけど、タイヤが回転しなかったりギミックは少なくなったんですけど、造形自体はスーパーバイクやオートバイと一緒ですごいよく作られていますので、とてもいいと思いました。はい、ということで今回の動画でレゴクリエイタースーパーバイクの3つの作品を全て作り終えました。3つの作品の中で僕が良かったのは2番目に作れるオートバイです。スーパーバイクについてはサスペンションギミックがあったり結構クオリティが高かったんですけど、まあ僕としてはちょっとデカすぎたかなって思いました。で、2番目に作ったオートバイなんですけど、造形とかはスーパーバイクには劣るんですけど、僕としては結構ちょうどいいサイズだったのでとてもいいと思いました。で、あとは僕個人的にクラシックなバイクが結構好きだったので、今回は2番目のオートバイにしました。スーパーバイクの動画でも言ったんですけど、このレゴクリエイターは絶版品となっております。今回のレゴクリエイタースーパーバイクはとても良かったです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。